これ自由型かな、こいつ、こいつ自由型かな。まあ自由型だろうな。禁止のとこで泳ぐぐらいだから自由な人間、自由型だろうな。これはなる海、うん、母体、母体って言うんですか、ここが。うるさいな、ちゃぼ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 、うるさいな、うるさいよ本当に。もうこういう時でも海を見たら落ち着く。まあそういう風に人間のシステム、体のシステムができてますね、やっぱり。はい、まあ、今回は何をしたいか、まあなんだろう、じゃあ、海を紹介しようかな。今回海をちょっと紹介していきたいと思います。はい、この皆さん、これが海ですね。海っていうのは、まあもっと分かりやすく言うと水ですね。はい、まあ、水って言っても実はね、水ではないんですけど、塩水です。塩水、はい、しょっぱいんです。塩が混ざっててしょっぱいです。まあ、塩が混ぜてしょっぱい水がいっぱいあるところが海と言われておりますね。はい、まあ、地球の7割が海と言われてますけど、果たして本当なのでしょうか。それはもう分からないです、正直。偉い人がそう言ってるので、そうです。まあね、一通り海の話をしていったので、今回は以上で、はい、さよなら。テトラポッド登って、てっぺん先にらんで、てっぺん先どこ？てっぺん先、てっぺん先。てっぺん先にらんで、ちょっと危ないな。落ちたらもう終わりだからな、こんなの。落ちたら終わりだぞ。普通に。怖えな、なんかもう。船虫いっぱいいる。船虫だ。早いけど、早い中、結構、早いけど。